わあ、コーナー始めます。浮かれポンチのあかりちゃん、しこちゃん、ジャンマッサー、大阪広しまた、キザキザキだ、トッシー、お兄さん、ユキング、さっちゃん、山田恭平、ちっちゃん、さっちゃん、うたふ、みな、平野先生、元葉、ひでさん、ななてつや、アルダン、ゴン14、こんばんは。ヨンジョネコナで見ます。好きな方、風もう少し治りそう。ムー、菊池、ドリームパスポート、うわ。シャーガー、カズ、ヘイガー、ソウちゃん、ドリームパスポート、こんばんは。広島県出身、21歳のふっぴごと藤本ふゆかです。こんばんは。ちょっと、1分ぐらい早かったんですけど、ちょっと早く 寝ようと思うので ちょっと始めてしまいました。そう、ちょっと声を、声じゃないや。ちょっと風邪をひいてしまいまして、早く、あ、22、22時30分開始、本当？22時30分開始？本当？あら、1分早かった気がしたけど、どうだ、29分からだよね。そうだよね、そうなんですよ。ちょっとまあ大丈夫なんですけど、ちょっとね 喉は全然痛くなくて、もう声がなんかしゃがれた声になってしまったんですけど、そうなんです、大丈夫です。はい、ということで、はい、こんばんは、ふっぴさんです。15分経ったら教えるよ。あ、出ます、あれが、なんだっけ、あれが出ます。15分ですが出ます。 そう、こんばんは、こんばんは。はい、今日は何の話をしようかな。昨日は、青春ガールズ公演で、今日は本当にガチすっぴんです。今日は本当に何もしてない。眉毛ないですね。ごめんなさい。青春ガールズ公演の話、昨日はしましたな。昨日は3歩締めの青春ガールズ公演でした。シンポジオをやって、今日一日、ちょっと、みんなは手つなだったのかなっていう感じでしたかね。はい。そう、また手をつなぎながら公演も、私もまた一回きりじゃなくて出たいので頑張りたいと思います。昨日公演入ってよ、知ってるよ。そう、シンポジ頑張ったね。そう、頑張った。疲れとかもありつつのっていう感じでございます。はい 今日プール行ってきた。いいな、いいな、いいな。プール行ってきたの。寒くないか、まだ。暑いね。暑いよね、暑いよね。いつになったら、秋が来るのだろうかという感じでございます。ね プール行こう、プール行きたいね。最近は毎週スポーツクラブで泳いでます。おお、偉い。 Wi-Fi 復活のフーピーが、そうで Wi-Fi 復活してなくて、これ毎日ギガで、ギガというか、そう、復活してないんです。 あさって、そうね、あさってまでにね、直したいと思います。そう、実はちょっとだけね、熱が出ちゃってて ちょっとなんで、全然大丈夫なんですけど、秒で寝て、秒で寝て、秒で頑張ります。そう、
ね、早くは治ってほしいね。そう。あ、そうだ、それとね、今日じゃない。あ、今日さっきね、これ買ってきました。でね、ポップティー買ってきました。そう、コンビニ行った。ついでに、ずっと探してたんだけど、なくて。そう。表紙は見せていいから。そう。さやちゃんが出てるポップティー買ってきました。そう。さやちゃんに買ってすぐね、LINE 送りました。買ったよーって。そう、さやちゃんめちゃ可愛いからね、見せたいんだけどね。そう、全然ね、なんだろうね、メイクの仕方で全然めちゃくちゃ、なんだろうな、いつにも増して大人っぽいさやちゃんが、なんか、見えた。そう。そうなの、そうなの。さやがさっきショールームで嬉しかったって。え、本当？もうなんかずっと探してたんだけど、なんか、近くになくて、で、あったから。そう、ぜひぜひ。そう、ポップティーン。そう、さやちゃんね、いつもはなんだろう、ほわっとした感じだけど、この中のポップティーンに映ってるやつのさやちゃんはいつものメイクと違って、なんか大人っぽい、なんて言ったらいいんだろうな、ポップティーンっぽい、なんかギャルっぽいメイク、なんて言ったらいいんだろうな、そうに変身しててすごかったね。可愛かったです。はい。ね。ぜひぜひ。そう、ちょっと嬉しかったことでした。あとは、おじさんのネット通販だね。あら。あらあらあら。ギャルッピはね、ふうさんはね、嫌ですね。ふうさんはギャルッピになったらどうなるかな。こんな怖い人になる。嫌ですねっていうか、ふうさんもう、ティーンじゃないので、トゥエンティなんですよ。さやちゃんは、ナインティーンだったので。あ、もうトゥエンティか。ふうさんもババアティーン。ふうさんはもうババアティーンなので、もうダメですね。ポップティーンって読者何歳ぐらい？だいたいなんか今日、久しぶりに見て、ちっちゃい頃ポップティーンとか、ニコラとかね、私も見てたんですけど。ふうさんもババアティーンなんで無理です。見てたんだけど、今日なんかめっちゃ久しぶりに買ってみたら、高校3年生とか高2高3の子が多いのかな。で、私の妹も高3なんだけど、めっちゃ毎月読んでるから、高2高3のが対象かな。対象っていうか、がよく読んでるのかなって思いました。そう、私はのんのを定期購読してくれるぐらい、のんのを買ってる定期購読してるので、もうそっちですね。私は西野七瀬さんが大好きで、西野七瀬さんが専属モデルになった、初めの月から、多分記憶が正しければ毎月欠かさずのんの買ってます。でも買ったことに満足して、なんか全然服は、なんだろうな、服を見るっていうよりか推しを見るために買ったので、推しの顔だけパラパラって見たら、服は全然参考とかにしてない、なんだろうっていう感じなんだから。ファッション興味あるっていうか、もうなーちゃんのことしか頭いなくて、なーちゃんしか見てないかな。 そう、だからもう買ったことに満足して、めちゃくちゃ雑誌だけがある。アバター進行、アバターのね、進行は今、アバターのなんか
紙を書いて提出したんですけど、それで審査っていう、なんて言うんだろう、なんか書いて提出したんですよ。そう、なんかこういうのにしますよっていうのを書いて提出したので、それで OK ですよって言われる街です。今はそれが OK ですよって言われたら皆さんにも発表しますね。そう、まだ OK ですよってまだないので、ちょっとお待ちください。私も待ちです、今は。うん無理だったらどうしよう。もう デザイン分かんないけど、なんかとりあえず自分が自分の画力で描いたやつは提出したしましたね。これからどういう段階があるのかわからないんですけど、提出するのは提出したので、ちょっとまだ待ってください。池田帰りとどっちが どうかな。でもね、池田さんと一緒の日に出しに行ったから、わかんない、わかんない、本当にわからん。本当にね、あの原案のまま、あのまま出しました。まさにあのまんま。そう、大丈夫かな、いいですよって言われるか分からんけど。昨日の公演良かったよ、ありがとうございます。昨日は初めてのポジションでした。またカラオケ配信はしないかな。あのアンダーデビューするまではちょっと時間がなくて、あのしないって決めたので、うん、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、ズズッピもう本当に鼻水ちょっと咳と熱でも全然、あのね、微熱、全然大げさなやつじゃないんで大丈夫です。元気もりもりです。ユキングさんのそのアバターは何なんだろうか。バナナ3本みたいな。安高さんのアバターもすごい特徴的。ね、すごい。早くなあれ配りたいな、早く。アバター感触ね。え、ゆうくんのアバターもかわいい。アバター冬っぴに合わせてみた。え、どういうことだろう、かわいい。でもえ、みやびさんのやつもかわいい。かわいい。かわいいですね。シナモン、シナモンね、安定にかわいい。面白い。わ、皆さんかわいいです。はい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 、あい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 。あー、なんかめっちゃね、ふと思ったことなんだけど、人生生まれてからこの年まで一回もカラーコンタクトというものを入れたことがなくて、で今日ね、さっきこの、あのこのポップティーンを買ったら、なんかめちゃくちゃカラーコンタクトなんかすごいなーと思って、いろんな色のカラーコンタクトがあって、なんかつけてみ、一回でいいからつけてみたいなってなんかと思った。茶色いやつとかさ、なんか
ね、目黒黒っていうわけでもないけどね、なんか真っ黒っていうわけでもないけど茶色にしてみたい。でも乱視が入ってるからあるのかわかんないけど、つけてみたいなんてちょっと若者を見て思ったね、ちょっと一瞬思ったな。お、15分経過しました。164日連続配信中ありがとうございます、ありがとうございます。はい、乱視はねあんまりないよ。そうなんだ、そう、なんかそう、こっちだけ乱視が入ってるからね、多分つけれないんだよね。そうそうそう、いい、茶色にしてみたい目って思いました。ランキングを読みたいと思います。はい、13番ショートアットマークさんありがとうございます。12番コットン、あ違う、12番男さんありがとうございます。11番コットンさんありがとうございます。10番ドリームパスポートさんありがとうございます。9番パルクさんありがとうございます。8番サクさんありがとうございます。7番ミヤンさんありがとうございます。6番アシーさんありがとうございます。5番鏡さんありがとうございます。よー、去年番は山さんありがとうございます。3番ジャンマスターさんありがとうございます。2番ムーさんありがとうございます。今日の1番は平野先生です、ありがとうございます。はい、ありがとうございますフッピーのメール感動した6月からありがとうございます。皆さんありがとう。推薦コメント書いてるさくみちゃんありがとう。みんないつもありがとう。はい、1839人の方ありがとうございます。ギフトもコメントもありがとうございます。早く寝てね、早く寝ます。はい、大丈夫です。また明日会いましょう。バイバーイ。